さあ、続いて夏の高校野球、今日は台東区から出場するチームを紹介します。暑い夏が始まる。Jコムでは今年も夏の高校野球を生中継。東東京大会は江戸川区球場で行われる全試合を放送。夜9時からはその日の試合の模様をダイジェストでお届け。栄冠をつかむのはどのチームか。Jコムだから見られる瞬間がある。Jコムチャンネルでは7月10日から江戸川区球場で行われる全試合を生中継。そして夜9時からは東西東京大会の結果をダイジェストで放送します。ぜひご覧ください。